クジラクジラ。なんだね。免疫力が強いトラジャの川島ノエルいんじゃ。いるね。メンバー6人がコロナに感染したのにノエルだけは感染しなかったね。すごいよね。ジャニオタの間ではノエル最強説が浮上しているんだよ。ほう。でもノエルが感染しなかったのは別の理由があるんだよ。そうなの？教えてやるから誰にも言うなよ。ノエルはメンバーとスタッフから無視されていたからよ。え？どういうこと？なんでわかんねえんだよ。説明お願い。ノエルは無視されてんだけど、無視されているってことは誰とも喋らないだろ。うん。ってことは飛沫感染しないんだよ。なるほど。でもなんで無視されているの？これはもうジャニオタの間では有名な話なんだけど、うん、ノエルだけズバ抜けていることがあるんだけど、それに嫉妬しているというか、なんというか。え？何？名前だよ。名前？川島ノエルって名前？そうだよ。ノエルという名前がキラキラネームだからだよ。